おっと、マーシャルカーが、ね、どうした。あ、事故です。はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、イオンオリジナルナンバー40番ホンダシビックタイプ R 鈴鹿サーキットマーシャルカー仕様です。はい、しっかり見ていきます。車種はシビックタイプ R だね。で、正面から見るとフロントのところにタイプ R のエンブレムだね。で、ボンネットのところはレースコントロール鈴鹿サーキットってプリントされてあるね。で、フロントガラスのところにもホンダのプリントがされてます。で、ルーフの部分には警告灯だね。で、横から見ると助手席のドアのところにもレースコントロール鈴鹿サーキットがプリントされてます。あ、ちゃんとドアのノブもブラックに塗装されてるね。で、後ろの方はで、リアの部分にもレースコントロール鈴鹿サーキットっていうのがプリントされてるね。タイプ R シビックホンダのエンブレムだね。で、リアスポイラーの方は樹脂パーツだね。で、反対側はこんな感じだね。レースコントロール鈴鹿サーキットっていうのがプリントされてます。助手席側と同じデザインだね。で、リアのガラスのところにも鈴鹿サーキットがプリントされてます。で、タイヤはサスペンションがついてます。で、ホイールのリムはレッドのメタリックだね。で、ボンネットの開閉があって、中のエンジンヘッドはレッドに塗装されてあるね。うん、かっこいいです。で、裏の方を見るとホンダシビックタイプ R ナンバー76番の2016年の車種だね。で、今回のマーシャルカー仕様のこのホワイトのボディカラーっていうのは通常版と比べるとどんな感じかなと思って一つ用意しました。はい、2台並べてみました。こっち側はシビックタイプ R の通常版で、こっち側がマーシャルカー仕様だね。ボディカラー自体はホワイトで、どっちも比べてみるとどっちも同じ塗装だね。カラーリングは同じになってます。で、グリル周りも同じデザインだね。うん、この角度から見たらどっちがどっちかわからないね。で、横から見るとホイール自体はレッドのメタリックで同じだね。あ、よく見たらこのドアのノブもブラックで塗装されてあるんだね。で、内装の部分は同じデザインになってます。マーシャルカーが転倒した。あ、事故です。はい、今日はイオンオリジナルのホンダシビックタイプ R 鈴鹿サーキットマーシャルカーを紹介してみました。で、このモデルっていうのは実際鈴鹿サーキットで走ってるモデルなんだね。かっこいいです。で、全体的にシールとかもなくて全部プリントになってます。で、シビックタイプ R が特注仕様になったんで、やっぱりお店でも人気だったね。って言っても今回買いに行けなかったんで、またメルカリで買ってます。送料込みで1000円ぐらいかな。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。